ちにできることってないのかな。あんたらなら大丈夫だな。これで64階のミーティングフロアへ行ける。エレベーターも使えるぞ。あんたら一体何しようってんだ。仲間を助けに来た。シンラの研究施設に捕まってる。おお、北条博士のところか。そりゃ大変だ。あそこは関係者以外立ち入り禁止だぞ。方法は考える。北条はどこだ。そろそろ重役会議の時間だ。大会議室にプレジデントや北条、他の統括たちも勢ぞろいするはず。そんじゃ乗り込むが、プレジデントを人質に取っちまえばこっちのもんだろ。そりゃ現行犯で即拘束だな。敵の状況を知りたい。敵情視察か。まず男性用トイレに向かうといい。そこからダクトを通れば会議室を覗くことができる。分かった。クラウド。え？クラウドだよな。クラウド。大丈夫。同期のクラウドだよ。よかった、生きてたんだな。心配してたんだ。死んだって噂があったから。ちょっと待ってろ、カンセルたちも呼んでくる。ここにいろよ。知り合いが大丈夫。ああ、だって今問題ない。先を急ごう。情報統制はどうなってる。抜かりなく、すでにウータイと共謀したアバランチによる犯行であるというのが定説になりつつあります。ウータイの動向は今のところは何も。動いてくれればいいもの、あの臆病者どもが。それならそれでいい。それと一つ気になる報告が。なんだ。ア
ルマーからなのですが。チッ、放っておこう。分かってるよ。エアリスの救出が最優先だろ。ああ、失敗はできない。北条は重役会議に出席するはずだ。まずはチャンスを見極める。北条博士もあの中に？そのはずだ。ただいま会議中です。どうする？敵情視察、そのための監視ポイントを探す。なーに、カッコつけてる。トイレの中からダクトに入るって話だろ。トイレはどこですかって聞きゃいいじゃねえか。必要ない、自分で探すさ。不安で眠れねえんだよ。人手が足りない、人手が足りない。ティファ、中の方が安全だ。それはそうだけど、うん、まあそうだね。はあ、よかった、誰もいない。スラムのトイレを見せてやりてえぜ。ダクトを探そう。これか。俺は見張りを頼む。だよな。私は行ってもいい？あんまりここに残りたくないから。わかった。俺が先に行こう。無事だって。でもうち7番街のすぐそばだし、電話も繋がらないし。通信障害も起きてるって話だから
そのせいだよ。本当？多分。重役会の結果次第では、プレートの再建と町の復興を並行して進めることになる。どちらも我々都市開発部門が受け持つことになるだろう。そこでリーブ統括の指示により、3年、5年、10年とチームごとに段階的な計画書を作成することになった。また忙しくなると思うが、早急に進めてほしい。何か質問があるものは？なければ統括が戻るまで待機だ。わし見たんだ、廊下を歩いているのを。しっかりとこの目で。不確かな情報をばらまくな。いやいやいや、こう目の前を通っていって、もうびっくりしすぎてちょっと痩せたんだから。ないか。侵入者に関してはうちで対処している。でもプレジデント、わし本当にリーブ。はい、7番街の被害報告が出ました。倒壊した家屋の数が。暗いニュースは結構。え？他にないのか。では7番プレートの再建計画について。再建はしない。古代史の協力が得られることになったからな。だからといって再建しないわけには。ネオミトガルよ。約束の地に新たな魔鋼都市を建設する。ちょっと待ってください。我々はまだ約束の地の正体すら。北条博士、検査結果は予想通りだ。純血種だった母親より数値は下がるが、古代種と呼んでも差し支えないだろう。約束の地はいつ頃わかる？その件で提案がある。自発的な協力を強制的に引き出す方法を試してみないか。大事な古代種だ。壊さないように最大限の注意を払う。拷問なら私に任せて。戦場仕込みでよければ俺も手伝おう。肉体よりも精神的に痛めつけるやり方が私は好きでね。うひょ。方法は任せる。ただし母親の二の舞は許さんぞ。ああ、それに関連して考えていることがある。
つまり古代種の繁殖だ。古代種の男が見つかればいいが、望みは薄いだろう。ソルジャーあたりから始めようかと。もちろん S 式、G 式も試そうと思う。加えて、目下私の興味は一子後輩にあってね。どうだろう、気になるだろう。他になければ。プレジデント、解散とする。待ってください。どんな感じだ。白衣の男を追う。そいつが科学部門統括の北条だ。よっしゃ、うまくいったな。まずエアリスの居場所だ。案内させよう。駆け合わせてみるか。どんな子供になるか。違う、まず吐かせないと。薬を使うか。壊れなければいいが。行くぞ。おう。なんだね。ここじゃなんだからよ。仲良く中へ入ろうが。君たちはあれだろう。なんとかいう犯罪組織だろう。それならここに用はないはずだ。プレジデントは上だ。ほら、行きたまえ。うるせえ、とっとと歩け。私は君らと違って繊細なんだ。そりゃ悪かったな。目的を言いたまえ。仲間を解放してもらおうか。仲間？エアリスはどこだ。ほう、彼女の知り合いか。それはそれは。
ああ、なるほど。ということは、つまり…何ぶつくさ言ってやがる。いやね、君たちが死んだら、彼女はどんな顔をするかなと思ってね。うん、容赦は無用だな。
くよ。まだまだ。ハック。エアリスを返してもらおう。返す？返すとは？私の記憶が確かなら彼女は自分の意思で来たはずだが、それとも何か彼女は君の所有物なのか。マネーを使って脅したからだろうが。見解の相違だな。ここには世界を変革するに足る貴重な実験体たちが眠ってるんだ。慎重にやってくれよ。これが選別だ。隙を突き破る。ここまで。連携しよう。ただじゃ済まないから。残念だな。間に合わない。その人、ソルジャーか。ああ。いや、違う。思い出したぞ。私の記憶違いだったな。お前はソルジャーでは。これは。なんだこれは。
ぞ。どうなってる？クラウド！バレット。分かったよ。下がってろ。来てくれたんだ。ああ。エアリス。ティファ。集中していくなんだよこいつ。興味深い問いだ。あ、しゃべった。私とは何か。見ての通りこういう生き物としか答えられない。あれこれ詮索せずに受け入れてもらえると助かる。逃げられたか。
あの野郎どうする？追いかけるか？怪我の治療を優先したらどうだ？でもよ、七番街は放っておくのか？我々に何ができる？そもそもあれは必要だったのか？拒否したところで他の誰かがやっただろう。その誰かを自責の泥沼から救ってやった。そうは考えられないか？無理だぞっと。ではこう考えろ。犠牲は星へのちょっとした礼だ。はあ？使うばかりでなく、時には返してやらないとな。本気で言っているのか？さあな。はい、了解しました。副社長がお呼びだ。